曲線理解のための無限小解析1715年版、表紙フランスの数学者、ギオームド・ドロピタルの著書アナライズでアンフェニモン・プティ・ポア・エル・インテリジェンス・デリニー・カーブスは、ライプニッツの無限小解析を扱った初の、教科書として1696年に出版された。扱われている主題は、微分法のみで、積分法は含まれていない。微分法及び、 積分法を扱った二つの末期がヨハン・ベル・ヌーイによってそれぞれ1691年及び1692年に刊行されており後者は積分法に関する初の教科書となった本書が書室となるロピタルの定理はヨハン・ベル・ヌーイの手になるものと考えられるというのも貴族であったロピタルは年間300フランスフランを支払って彼を雇用し 微分析文学の発展に努めさせ、数々の問題を解決させていたからである。もっと言えば、ロピタルが望んだどんな形ででも、ベルヌーイの発見をロピタルが使用することを許可した、契約に二人は署名している。そのような問題の中に、不定形の極限の問題があった。本書の刊行にあたってロピタルは、ベルヌーイに正当なクレジットが与えられ、 本書における数学的内容の一切に関して、クレジットが自らに返されることのないようにと匿名で発表しており、極めて嫉妬深いことで知られたベルヌーイも、また、本書に捧げられた成果の全てに関して、自身の手によるものと主張したが、それにもかかわらず、ロピタルの定理にはそもそも発見者であるとすら主張していない、ロピタルの名が完成られたのであった。 マオール、エリー、E、ザ・ストーリー・オブ、A ・ナンバー、B116、プリンストン・ユニバーシティ・プレス、1994、C、トゥルーズ・デル・ザ・ニュー、ベルヌー・イ・エディション・イッシス、ボリューム49、ナンバー1、ピアニッシモ、5462、ディスカス・ザ・ストレンジ・アグリーメント・ビトウィーン、ベルヌー、イ、e ・アンド・エル、オピトール、オンページーズ、5962、フィーニー、ロス・エルジョージ・ビートトーマス、 ジュニアカルキュラスセカンドエディション P390 アディソン・ウェズレイ1994ありがとうございます。